皆さん、明けましておめでとうございます。明けおめ。どうも、すいません。はい。2019年になりました。そして、まあ、新しい一年が始まったんだけど、まあ、それより、俺 T シャツ届いた、これ、ほら。イェーイ。ゴードの婚約者って書いてあります。日本でしか買えないから、ちょっと、オーストラリアまで送ってもらうのはちょっと、時間かかったんだけど、まあ、今日初めて着て、やっぱりこれは世界一か世界二の T シャツだと思います。はい。みんなぜひ買ってください。これをパジャマにしや。な。いい、かわいいかわいい。そして今日は1月の1日なんだけど、昨日の12月31日は、結構いいところからシドニーの花火見れた。それは結構嬉しかった。しかもシドニーは何箇所も、打ち上げるんで、俺が見てるところはなんか屋根、建物の上でもう同時に6箇所ぐらい、7箇所ぐらい同時に花火がバーって打ち上げて、めっちゃすごかった。ね、よかったね。まあ、新しい1年が始まったんだけど、まあ、こういう時も、振り返って、2018年、振り返って、できた思い出とか、達成できたことを振り返ってみるのが結構好きで、で、まあ、2018年振り返ってみると、やっぱり、自分の中で一番大きかったのは、大きかったというか、なんか、一番達成感を感じた、時はやっぱりバロンドールという作家の賞あるんですけど、まあ、それもらっちゃった。はい。でやっぱそれが一番大きかった2018年。まあ、今まで梅酒とかなんかそういう人がもらってたんだけど、まあ去年はなんかちょっと頑張っちゃおうかなと思ってなんか賞もらっちゃった。まあそれはでも終わったことで、2018年もう終了ということで、でみんななんか新しい年になって目標を立って達成したいことを決めて、結構積極的に動くんですよね。2019年の、まあ、ゴードの目標っていうと、そんなに大きいのがない。まあ、なんか韓国か日本に行って、まあ、冒険とかするんだけど、それ目標というより、なんか立ってやることで、今年の目標は毎日新しい目標を作って、1日でそれを達成する。のが全体の目標かな。毎日にちょっとした小さい目標があると、なんか明日に元気よく起きれるし、なんか毎日積極的に行動できるかなと思って、それは今年の目標です。で今日の目標はお菓子食べることで、明日の小さな目標はお酒飲むことで、明後日は多分またどうしよう、ダラダラするのが目標にしようかなと思ってますんで、まあいい一年になりそうですね。これはどうも応援ありがとうございます。それで皆さん2019年一年よろしくお願いします。そして今年はまあみんな婚約者なんだけど、今年はちょっとスケジュール合えば、まあ結婚したいんですけど、まあとりあえずずっと一年婚約者のままかもしれないから、それはちょっと分かっててほしい。で3、まあ今年の目標といえば、3月に日本で誕生日パーティーして婚約者たちに集まってもらうことかな。うん、まあとりあえずそれに向けて頑張りましょう。じゃあ2019年楽しもうぜ。なでなでタイム、なでなでタイム。よし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 、いい子いい子、あーいい子、あかわいいね、あーかわいい、うんうんうん、あれ何やってんだな